すする TV。 ずるずる、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、先月仙台に行ってたんですけども、ちょっとだいぶタイムラグが発生しまして本当にすいません。本日からようやく仙台編に突入ということで、まずはこちらです。ドン。仙台市地下鉄南北線江東台公園駅から徒歩5分くらいのところにあります中華そば海地さんにお邪魔してます。今回の仙台なぜ行ったかと言いますと、ちょっととあるハーフマラソンの大会に出場してきまして、そちらの方は後日サブチャンネルの方でアップされると思うので、ぜひご覧いただければと思います。さて、こちら海地さんは仙台でもトップクラスに人気の鶏そばのお店ということで、お昼前に行ったんですけども、すでに行列で問答無用の人気店ということで、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、海地さん、食券です。今回は中華そば醤油と鶏飯のセットをプッシュしました。麺を手揉みするところや平皿で麺揚げするところを眺めながら待っていた。こちらが海地さんの中華そば醤油です。ならーい。非常にシンプルなビジュアルですが、手もみ麺のうまそう感は抜群。スープも透き通っていていい感じです。鶏飯も素朴で美味しそうだぞってことで、いただきます。さあ、まずはスープから。おお、あっさりとした口当たりで、醤油というよりは主に鶏の出汁と旨味を感じられる美味しいスープ。心の隙間お埋めします的な感じで、癒し効果も抜群です。ではお次に手もみ麺をリフトして、よっしゃすすろう。うのー、固めとは違う麺自体のコシをしっかり感じられるうまうま麺で、プリッとした表面もいい感じ。若干のネタバレになりますが、このコシが最後まで残っているのは驚きでした。さあ、このシンプルな構成の中、スープと麺がうまいのは本当に嬉しい限りで、もちろん小ぶりな親鶏チャーシューも小さな巨人のごとく十分なジューシーさ。コリコリ食感もたまらないものです。ではいよいよ鶏飯の出番です。まずは一口食らってみましょう。ストローン。炊き込みご飯好きのすするとしては嬉しい素朴な味わいで、食べ出したら止まらないやつ。鶏の旨味バッチリなスープと合わせるのも最高にマッチして、最後までコシを感じられる麺も負けじとアピールしてきます。てな感じで、ラストまでちょっとつもうしんガンガン書き込んで、スープをかけて雑炊風にまでしちゃったら、いつの間にか本日も完食です。大変美味しくすれました。鶏の出汁と手もみ麺のうまさが抜群の一杯でした。それでは、ごちそう、あう。はい、ごちそうさまでした。いやー、海地さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。並び中から期待値上がりっぱなしだったんですけど、それを超えてきましたね。スープは鶏の旨味とコクをしっかりと感じられるじんわり系の鶏醤油味で、いい意味で都会っぽくない落ち着いた味わいのすごく安心感のあるラーメンでした。麺は手打ちのピロピロ麺で、提供前の手もみがあり、さらに平皿での麺揚げですごくテンションが上がりましたね。なんか職人感があってすごく良かったですね。麺自体もしっかりとしたコシがあって、スープとの絡みも良くて美味しかったです。チャーシューは僕が初めて食べたんですけど、親鶏の肉を使用しているとのことで、表面は少し固めなんですけど、噛んでいくとジュワンとね、中から鶏の脂が染み出てきて、すごくこうジューシーな味わいで、あれも美味しかったですね。鶏飯も素朴な味わいながら、スープと合わせて食べると鶏感が倍増して、最後まで鶏の美味しさを堪能できましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、中華そば海地さん、鶏そばの限界値超えや、うまい。